伊方町大久地区。目の前に宇和海が望める場所にあるのが、地区で唯一の大久保育所です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。まさとくん、おはよう。よろしくね。まさとくん、まさとくん、ひよこさんマークだよ。井上まさとくん3歳。この日保育所を訪れるのは初めてです。普段は神奈川県の横浜に住んでいます。保育園留学ということで伊方町のそういうのを知って、はい、利用させていただこうかなと思って来ました。保育園留学とはおよそ 1、2週間家族で地域に滞在する子ども主役の暮らし体験。子どもを保育園に通わせながらテレワークするなど新たな働き方、休暇の過ごし方として注目されていて、その成果はグッドデザインアワードや内閣府からも表彰され、地域と子育て、働き方を考える新たな取り組みとして評価されています。今後ますます時代の変化、働き方の変化、それから子育てへの、向き合い方の変化で保育園留学の需要は高まっていくと思いますと同時に、とても大事なことは、その地域にとって良い保育園留学によりなっていくべきだと思っています。愛媛では去年伊方町で初めて導入されました。今回まさとくんの父ゆうすけさんの実家が内子町ということもあり、自然に囲まれた場所で過ごしたいとの思いから大久保育所を選んだのです。まさとに関しては、せっかくこういった環境で生活できるので、伸び伸びと、楽しんでほしいなっていうのが、一番の希望ですね。こういった環境で、妻もリフレッシュできればなっていうのは思ってます。実は井上さんご夫婦は旅客機のパイロット。勤務が3日から4日に及ぶことがあり、まさとくんと会えないこともしばしばなんだそう。今回この2週間毎日ずっといるっていうのが結構久しぶり、仕事復帰してから本当初めてぐらいですので、なんかそう保育園に通うとはいえ、やっぱりこう毎日会えるっていうのをちょっと楽しみながら過ごしたいなと思います。ゆいピーポーもあった。カメカメカメ、本当だ。なんかもう早速馴染んでる感じがね、遊んでますね。大久保育所の園児は7人。まさとくんに手作りバスでご案内。ここはライオン組です。ここは給食室です。あ、チルションだ。チルション。まさとくん、給食担当の先生にもご挨拶。お願いします。積極的にコミュニケーションを取っているようですが、あれ、まさとくんは？初日ですもの。これもご愛嬌。パパ、ママが帰った後は大好きなお魚を見て、お医者さん遊びに夢中。治るかな。治ったよ。ありがとう、まさと先生。ありがとう。今度はアイスクリーム作りと思いきや、ゆなちゃんどうぞ。どうぞ。ゆなちゃん見て、ほら、まさとくんアイス持ってる。やったー。あげたね、よかったね。すごくこう順応性があるというか、初めからそんなにこう人見知りすることもなく、好きな遊びを見つけてよく遊んでくれてるなというふうに感じてます。県外からの子どもたちを受け入れることで他の園児たちにも変化が。
今度は私がバスガイドするとかそういうふうなのも見られたりするので、やっぱりこういろいろそのいろんな人と関わる中で自分を表現したりとかそういうふうなのも成長している一つかなと思っております。滞在中の宿泊所も完備、美しい眺望を楽しめたり自然を体感できたり、厳選されたお宿を利用することができます。そんな中、こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。なんか音が鳴るんですよ、これ。こうやってこうやって。で、ここもちょっと人気なお風呂です。大久保育所から車で15分ほどの二名津地区。地元の名家だったこの場所も、保育園留学の宿泊所として新たに登録されました。ここは地区だいたい140、150年経つんですけど、もともと昔は造り酒屋をしてたんです。町の元気づくりのためにいろんなイベントをしたりとかで、ここを維持していくために民泊業を始めました。ここが2階になります。ここも改修の時本当も最低限なリフォームしかしなかったんですよね。もう昔あるやつをそのまま生かすような感じで。現在伊方町の人口はおよそ8000人。10年前に比べるとおよそ3割減少し、高齢化も深刻です。外からの人をこう取り入れたいという気持ちがあって、それにはどうしたらいいかな、都会の人たちが見てこう魅力的な街にしていくのが大事なんかなと思って。二名津地区の良さをもっと知ってもらいたい、そんな思いから始めたのが。すごい素敵ね。こちらが今回畑です。さつまいもに、ほんで向こうが落花生で、一番向こうにスイカを植えてたんですよ。堀内さんは保育園留学で二名津を訪れた人に特別な時間を過ごしてほしいと自身の畑を提供し、収穫体験を行っています。ここで収穫した野菜で、季節の野菜で料理をして、もし要望があれば一緒に作って一緒に食べたいなと、私も一緒に楽しみたいと。都会では体験できないようなことを一緒に遊んだりとかいろんなことをしてあげて、なんかその子のこれからの人生の一つのなんかこう思い出作りができたらいいなと思って、であわよくばなんかこう二名津のファンになっていただいて、またこうゆくゆくはこう移住にねつながったらなあいう。この日は雅人くんの保育園留学最終日。この2週間どんな風に過ごしたのかな。バッタだったり虫遊び、虫を探すっていうところがすごくなんか楽しかったみたいで、すごい自然と触れ合って遊ぶことができているかなと思って、私たちも嬉しく思いました。普段街中で過ごしている雅人くんにとって、自然豊かな伊方町で過ごす時間は特別だったようです。でも確かそこのトラックが詰まってます。詰まってますか。それは大変。今から行きます。何してこれ。初日は緊張気味だった雅人くんも2週間経ってこの表情。こんにちは。まさとくんとトランポリンが楽しかったです。のぞみちゃん、はい、まさとくんが大久保育所に来てくれて嬉しかったです。まさとくんと過ごしたあっという間の2週間。まさとくんと
子どもたちには一つ一つが楽しい思い出です。さっきはいっぱいお話してくれたんです、ね、ありがとうございます。まさとくん、大久保育所に来てくれてありがとう。たくさんかわいい虫のシールも本当にすごい素晴らしい環境の中で過ごさせていただいて、なんかマサトはすごい生き物大好きなんですけれども、さらに虫好きになって海も穏やかな日もあれば、今日みたいにすごい波の日もあったりして、ああいうのももう本当に新発見だったので、毎日がすごい刺激的な日だったと思います。普段は仕事と子育てに追われる日々を過ごす母さゆみさん、今回まさとくんとしっかり向き合う時間が取れたようです。子育て の難しさとかもちょっと感じながら、あ、こうすればちょっとこううまくできるかもみたいなところ、新しい発見もあったりして、毎日向き合えるからこそ分かったところもあったと思います。また伊方町を来たいなと思ってもう来年の同じ時期予約できるかなと思ってちょっと検索したんですけど、まだ予約が始まってなかったっていう保育園楽しかった？楽しかった。楽しかった。こう普段いる住んでいる町だけがこう自分のコミュニティ世界の全てじゃないんだっていうのも子供なりにすごく感じてくれるので、やっぱりそこがこう世界を広げていく経験になってるかなと思います。まあ、すごく20年後の種まきをしているような、まあ、そういったところが保育園留学のさらなる可能性かなと。働き方と地域活性にも大きな期待がかかる保育園留学、子育ての新たな選択肢となるかもしれません。